ここ浅見土台に市民健康文化センターが誕生しました。それでは民生局長の片野さんにお話を伺ってみたいと思います。片野さん、よろしくお願いいたします。この施設はですね、昭和55年に隣に清掃工場ができまして、その焼却工場から出る余熱を利用いたしました温水プールがございまして、これも子どもから年寄りまで非常に楽しんでいただけるようなプールでございます。その他、娯楽施設であるとか会議室であるとか、それから囲碁将棋にも活用していただくとか、それから陶器であるとか、非常に幅広い施設でございまして、子どもから年寄りまで非常に広くご利用いただけるというような施設でございます。本当に立派な大きな施設ですね。たくさんの人が利用していますね。こちらがふれあいの広場です。ここでは音楽会をはじめ各種の集い、展示会など市民交流の場として幅広く利用されています。集会室です。ここではいろいろな会議をはじめ映写会や講習会など多目的に利用されます。市民の皆さんがのんびりと汗を流す浴室、利用は10時半から午後3時までとなっています。2階にはなんとこの84畳もの大広間があります。ここでは市民の皆さんの演芸発表などが行われます。楽しい談話が楽しめる和室も2部屋あります。そしてその並びにはお茶室があります。屋上に作られたミニゲートボール場です。今日のようにお天気がいい日には気持ちのいいプレーが楽しめますね。お入りになった感想は素敵ですね。でもね、ゲートボール場が素晴らしいですよ。なかなか環境のいいところですしね、特に健康と文化と福祉でしょ、ね、これがくっついてその総合体育館ともどもね、この何たっていいところですね。ここは皆さんの健康を保つトレーニング室です。ここには子どもたちのプレイルームもあります。いろんな器具がありますので、私もトレーニングに励んでみたいと思います。プールは大人200円ですので、私も200円入れて入ってみたいと思います。1、2、出てきました。この入場機にカードを入れるのね。いらっしゃいませ。あ、中の様子が見えて面白いですね。領収書も出てきました。
健康文化センターの目玉とも言うべきプール室です。ここには25メートルの一般プールと、それから15メートルの自動プール、それに可愛い幼児用のプールもあるんです。秋とか冬になると市営プールがもう終わっちゃってできなくなるから、こういうプールができてよかったです。滑り台とかがあって小さい子でも遊べるからいいと思いました。日曜日にはね、孫連れてきたいなと思って、はい、新商社用のスロープもあるこのプール、では私もちょっと人泳ぎ。明るくてとっても綺麗で、運動するところもあれば、静かに囲碁をしたりお茶を立てたりすることができるこの市民健康文化センター、子どもから老人までみんなが利用できるっていうことはとっても素敵ですね。それに何といっても、お隣の南清掃工場の余熱を利用して作った温水プール、冬場なかなか運動する機会が恵まれない私たちにとっては絶好の場所じゃないでしょうか。皆さんもぜひ一度ご利用になってみてはいかがですか。さて今日は日頃皆さんが見ることの少ない相模原市の様子を空からご紹介しましょう。相模線に沿って北上すると横山公園があります。ここは陸上競技場、野球場、水泳プールをはじめいろいろな施設があり、市民スポーツのメッカとなっています。横山公園を後にさらに北上すると16号線が見えてきました。橋本駅とその周辺です。62年の春には京王線の乗り入れも決まり、北の玄関口として発展が期待されます。橋本駅から横浜線に沿って南に下ると相模原駅が見えてきました。西門商店街に新しく誕生したグリーンプラザ相模原です。市役所を中心に紫陽花会館や市民会館が立ち並んでいます。ここは市の行政などの中心地となっています。小学校、中学校、高校をはじめ宇宙科学研究所や運動公園などの整備が進められているキャンプ淵野辺跡地、ここは一大文教地区に生まれ変わります。今度は16号線に沿って南に下ると相模大野駅の上空です。区画整理や米軍医療センター跡地利用計画により、周辺は市の中心的な商業地域に生まれ変わろうとしています。ここが米軍医療センター跡地です。そして母なる川相模川、市民の憩いの場所、心のふるさとです。四季を通じて私たちの生活に潤いを与えてくれる川です。明日に向かって新しい街づくりが進む様子を空からご紹介しました。
草小学校5年3組の松本若です。私たちの学校は昭和51年に開校されました。学校からは大山や丹沢がよく見え、素晴らしい環境に恵まれています。今から3年前、体力作りが始まりました。校庭にはアスレチックや持久走大会に向けてのマラソンコースなどがあります。私たちの学校には一輪車があり、1年生から6年生まで体力作りに励んでいます。みんな元気な若草っ子です。特色ある学校づくりを進めている相模原市。ここ若草小学校の子どもたちは休み時間を有効に利用し体力づくり。子どもたちに楽しく体力づくりに励んでもらおうと購入した一輪車は人気の的です。運動した後の楽しい給食、子どもたちの食欲も旺盛です。若草小学校では健康な体は健康な歯からと考え、毎日給食の後歯磨きタイムがあります。さあ、みんなきれいに磨けたかな。健康づくりのために取り入れた一輪車、熱心な子どもたちが集まって一輪車クラブも生まれました。放課後の短い時間に猛練習、いろいろ難しい技も飛び出すようになりました。あ、転んでも平気です。こうした一輪車を使った体力づくりや歯磨きなど健康づくり活動が盛んな若草小学校、子どもたちは寒さに負けずに元気いっぱいです。皆さんこんにちは。このコーナーでは町の話題や市からのお知らせなどを拾ってお送りします。まず最初は造形相模風っ子展の話題です。市内小中学校の児童生徒の作品6万点が展示された第5回造形相模風っ子展が11月3日から5日までキャンプ淵野辺跡地内のヤング広場で開催されました。青空に広げよう友情の輪をテーマに行われ、会場は夢のある楽しい作品がいっぱい。このような野外での作品展は全国一の規模だそうです。今年は好天にも恵まれ、3日間で12万人もの市民が訪れました。次はふるさと絵本のご紹介をいたします。市教育委員会ではふるさと絵本シリーズの最終回としてこの度この鵜飼の兄弟を発行いたしました。このシリーズは昭和56年度から毎年1冊ずつ発行し、大猫林、デイラボッチに引き続き今回が第3週目。この鵜飼の兄弟は棚の相模川に伝わる物語で、鵜匠の幸吉と妹お花の心温まる人間愛を絵本にしたものです。この絵本には大人向けの解説書もついていて、1冊520円でお分けしております。ご注文お問い合わせはこちらへどうぞ。最後は市内で行われる新春恒例の行事を2つご紹介いたしましょう。まず元旦の正午から行われる寒中水泳大会です。これは病気になったり災害にあったりしないことを願って、
毎年相模川の高田橋上流で行われ23回目を迎えます。続いて市の重要無形文化財にも指定されている的町、田名に古くから伝わる伝統の行事で、両親が健在な3歳から5歳までの長男4人が大きな的に矢を射って、その年の豊作凶作を占います。1月6日の午後1時から田名八幡宮で行われますので、お出かけになってみてはいかがでしょうか。このビデオ広報ふるさと相模原は市役所、出張所、金融機関、国鉄橋本駅など市内34カ所で放映されております。皆さんからのたくさんのご意見ご要望をお待ちしております。